葛飾区長の青木克則です。今日は皆様に新型コロナワクチン接種の準備状況についてお知らせいたします。区内感染者数の推移をはじめに申し上げます。1月7日に緊急事態宣言が再発令されましたが、葛飾区内でも感染者数は増加し、22日現在の累計で3004人となっております。1月の区内感染者の年代別の傾向は、感染者全体のおよそ半分近くを30代以下の若年層が占めています。若い方は軽症であることが多く、自分は気づかずに感染を広げている可能性があります。感染拡大に歯止めをかけるために特に注意をいただきたいと思います。次に感染経路別の推移です。感染経路の不明の方は感染者全体のおよそ半分にまで達しています。経路不明の感染原因の多くは飲食によるものと指摘がありますが、いつどこで感染するか分かりません。感染防止対策の徹底を改めてお願いいたします。区では感染者数の増加に伴い、発熱者などからの相談、感染者の病院調整や濃厚接触者の経過観察などを行うため、総勢200人以上の体制で業務を行っています。また他部署の職員延べ900人も応援に加わり、業務を支えています。また利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、図書館などの公共施設の開館時間を午後8時までとするなど、利用できる時間を短縮しています。さらにイベントや講座については開催中止や延期などとしております。区民の皆様には感染拡大防止に引き続き協力をお願いをいたします。次に新型コロナワクチン接種の準備状況についてです。新型コロナワクチン接種にあたって、保健所に新型感染症対策担当課および新型感染症予防接種担当課の2課再生で、区民の皆様への円滑な接種に万全を期すため、準備を加速しています。次に、新型コロナワクチン接種に向けた検討状況についてです。区では、重症化予防などが期待されているワクチンの接種を迅速かつ適切に実施できるよう、国や都と連携して準備を進めています。接種対象は区内にお住まいの住民全員となります。接種費用は1回目、2回目とも無料となります。接種にあたっては、クーポン券を郵送しますので、電話やインターネットで予約をした上で、医療機関などの接種場所に持参していただくことを想定しています。ワクチンの接種場所については、現在調整中ですが、公共施設を活用した集団接種会場、または区内の病院診療所でを想定して準備を進めています。多くの皆様、区民の皆様に円滑に新型コロナワクチンを接種していただけるよう、区では具体的に次の準備を始めています。接種に関わる医師や看護師の確保など、接種を円滑に行えるよう、医療機関と調整を行っています。接種会場の確保も重要です。保健センターや地区センターなど、公共施設で集団接種できるよう会場の確保も進めています。ワクチンを保管するためには特別な冷凍庫が必要です。接種会場の確保とともに冷凍庫の配備も進めています。接種には接種クーポン券が必要となります。優先的に接種いただく高齢者の皆様へ3月までには郵送できるように準備を進めています。そして今回のワクチン接種に関するお問い合わせに対応するため、相談コールセンターの設置準備も進めています。その他ワクチン接種に関し、現在新設した2課体制で準備を進めていますが、今後も新たな状況の変化にも迅速に対応できる体制の構築を進めていきます。次に新型コロナワクチンの接種時期についてです。国や都道府県、2月末までには医療従事者の方へのワクチン接種を開始することを目指しています。
府は感染者により重症化しやすい高齢者の方への優先接種を3月末から順次開始することを目指しています。高齢者以外の一般の方については、基礎疾患のある方や高齢者施設等に従事している方などが優先となりますが、4月以降にクーポン券を郵送し、その後順次接種を開始することを目指して準備を進めています。より具体的なワクチン接種体制やスケジュールが決まりましたら、広報活動課や区ホームページなどでお知らせをいたします。毎回のお願いになりますが、不要不急の外出の自粛、マスク、手洗い、手指消毒の徹底、3密の回避を心がけていただいて、感染しない、させない対策の徹底をお願いいたします。最後に、ワクチン接種に関する状況は様々に変化していきます。区民の皆様には、広報活動課、区ホームページ、SNS やこうした動画を配信することで随時情報をお知らせしていきますので、今後もぜひご覧ください。ありがとうございました。